今回の動画はピークタイム第10話の感想について語っていきたいと思います。ピークタイム応援している方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ピークタイムは本当に優しい番組っていうのを常々いつも動画でお話しさせていただいてるんですが、13時のですねハンギョルさんがインタビューでピークタイムのことをちょっと語ってたみたいなんですね。ピークタイムはすごく時間的にも余裕があるし、福祉がいいって言ってたらしくてはい、あの雰囲気が良くてね、あの制作陣の方が気を使ってくれるっていうことをお話しされていたみたいで、やっぱりそうよねって思いましたね。視聴者の私たちがすごく出演者を大事にしてくれてるなーっていう風に見ながら感じていたことは、実際本当にそうだったんだなっていうのがこれでわかりますよね。なんか伝わりますもんね、大事にしてくれてるなっていうのが。なんかスケジュールとかも割とねこう余裕持って組んでるんでしょうね。まあ、逆にね他のちょっとサバ版本当にみんな寝ずに練習したりしてるじゃないですか。うん、スケジュールほんと詰め詰めなんでしょうねと思ったりしますが、まあ、ピークタイム見て思うのは、出演者をね大事にしても番組って面白くなるよっていうことですよね。こうマイナス面を強調したりとか、こう変に気を引いたりとかなんかちょっとトリッキーなこととかしなくっても番組って面白くなるよっていうのをあのピークタイムが証明してくれたなって思います。サバ版ってどうしてもね脱落があるからピリピリしたり、まあ、ショックだったりね悲しかったりするのがどうしてもつきものだとは思うんですけれども、まあ、あったかいサバ版ってできるんだなってこのピークタイム見て思いますよね。想像を見た時もそう思いましたけど、うん、やっぱねいいと思います、こういうあったかいサバ版。まあ早くもあれですけどシーズン2とかもやってほしいですよね。ということで、まあ、そんなピークタイムでございますが、今回は合格脱落式ということで、いつもあったかいピークタイムも時々シビアな回がございますね。で、あの今回はチーム23時の謝罪から始まりました。まさか私みんなの前で謝罪するとは思ってなかったですね。あのまあ文字で出たりとか、まあ、ご本人たちが話す映像が、まあ、差し込まれたりするかなと思ってたんですけど、出演者の皆さんの前で謝罪するっていうのはちょっとびっくりしましたね。はい、たださっきのハンギョルさんのお話とつながるんですけど、この番組の制作の方たちって多分すごく出演者の方とか視聴者に対してすごく真摯に向き合っている制作陣の方だろうなと勝手に思ってはいるので、理由はどうであれ番組を降板するっていうことは、まあ、他の出演者の皆さんにも影響を与えるし、あのましてやこの10組に残れなかったチームの人たちがいるので、そういうことを考えるとやっぱりきちっと謝罪をした方がいいだろうと思ったんじゃないかなという感じがします。ご本人たちがそうしたいって言ったのかもしれないですけど、なんとなく私はあの番組サイドからの意向なのかなっていう感じがしましたね。あの他の出演者の皆さんとかいろんな方に対してきちっとけじめをつけるという、はい、まあまあ23時の今後のね活躍をお祈りするしかないかなとは思うんですけれども、まあ、今回はね合格脱落式ということでしたけれども、ランキングの合間に癒しのコーナーがいろいろありましたね。はい、先にそちらのね感想を話していきたいんですが、バットの3人で調理をして食べるとか、はい、あのボンさんとハンギョルさんとジョンオプさんですね。あのジョンオプさんはすごいセクシーじゃないですか、ステージでは。なんですけど普段はものすごく穏やかな感じなんですね。喋ってる感じほんとホワホワしてますもんね。うん、パフォーマンスとのギャップがあってそこが魅力なんだろうなっていう感じがしますけど、あのグッズとかねあの T シャツ、はい、あと携帯のグリップとかいろいろ可愛かったですね。あの私が一番びっくりしたのは、あのハンギョルさんが足が太いからボトックス打とうかと思ってみたいなそんなことあると思ってびっくりしちゃいました。なんかそんな発想出てこないですよねなんかボトックスみたいな、ちょっとびっくりしちゃいましたね。でもこの3人でこうなんでピークタイムに出ることになったかとかね、そういう話が聞けるのが良かったですよね。まあみんなそれぞれ理由違ってましたけど、そのランキングの合間のコーナーもあったかくていい、ピークタイムはとにかく大絶賛はい、そしてあの練習生をね一緒にしていた4人が食事するシーンがありましたね。あの11時のヘソンさん、11時のアシアンさん、11時のテファンさん、15時のイノさんの4人でトークしていたじゃないですか。同じ事務所で練習生をしていたってことですよね。
で、ピークタイムのスタジオで見て初めて気づいたっていうのがびっくりしました。出演するっていうの知ってたわけじゃないんですね。それはびっくりしますよね。なんかイノさんのステージを見てるチーム11時が泣けましたね。いやーちょっとこれはもうね、このコーナーほんと泣けましたね。イノさんは抜けて、まあ、違うグループでねデビューして、それをまあ11時のメンバーの皆さんは見てたわけですよね。だけどまあイノさんのグループはあっという間に解散になってしまって、で一方で11時はバイトしながらこうコツコツ活動を続けていてっていう、まあ、その2組がピークタイムっていう番組で一緒になるっていうドラマがすごいですよね。これはね、普通のサバ版にはないドラマです。でさらにグループマッチでね一緒になって、励ましながら一緒にステージができたっていうのがすごい良かったですね。もうこの番組がなければそんなこと実現しないじゃないですか。でまあ一緒にねトップ6になってツアー行きたいねとかっていう話をしてて、ははは泣けるって思いながら見てましたね。でそしてまあリーダーへのサプライズもありました。8時のリーダーのイチャンくんと D1 くん、そして2時のリーダーのユンヒョグくんとヒョンジンくん、13時のリーダーのハンギョロさんへのサプライズがありましたね。まあこれ全チームじゃなかったので、なんとなく大所帯のチームが選ばれたのかなっていう感じでしたけど、はい、いいですよね。こう普段言えないことを言うっていうのも、ああいうのも良かったですね。まあ、そしてもういよいよ本題でございます。はい、個人投票の結果がまず発表されました。はい、投票の結果がこちらになっておりますが、個人についてあんまりピークタイム見てる時に考えたことなかったので、そうか、個人で人気ってこういうランキングになるんだっていうのにちょっとまずびっくりしましたね。誰がどう人気か全然私考えたことなくて、ジョンオプさんが第一位っていうことですね。で私ねちょっと詳しくなかったんですけど、ジョンオプさんがいらっしゃったグループってものすごく人気だったみたいですね。なんかエクソのライバルって言われてたぐらいすごく人気だったグループと聞いたので、だからジョンオプさん自体もう知名度がすでにすごい終わりだっていうことですよね。であとまあびっくりしたのはチーム7時お二人とも入ってるっていうところがね、すごい、しかも上位に、チーム7時の人気すごいですよね。でまあハンギョルさんもね知名度ありますし、はい、であとまあ11時3人入ってるっていうところですよね。ジェイミンくんも MVP 取りましたからね。で24時はビョンジュさんとジョモプさんなのでお二人入っていて、で20時のビッシオンさんが入ってますね。びっくりしてましたけどね、ご本人、なるほどね、個人の人気はこういう感じになってるのねと思いながら見ましたね。はい。で、まあ、こちらのね、投票も、チームの投票に影響がありますからね。そして、まあ、最終結果ということで、まあ、1位が11時ですね。で、2位が7時、3位が8時、4位が24時、5位が13時、6位が20時という結果になりました。皆さん、私、推しグループが1位に輝きました。ありがとうございます。11時前回2位でございましたから、よかった。嬉しいですね。ファイナルに進出するとしたら、多分この6組なんじゃないかなっていう感じの6組が順当に決まったような感じはします。脱落してしまったね、グループももちろんいいんですけれども、まあこれまでの成績とか、これまでの順位とか、いろいろ考えると、まあこの6組だろうなっていう感じですよね。韓国でね、この番組どれぐらい反響あるんでしょうね。そこが私ちょっと気になっていて、チーム11時が広告出してもらったり、道でね、顔気づいてもらえたりしたんだみたいなことをお話しされてましたけれども、ね、どれぐらいの反響があるのか、まあ、日本は K-POP 好きの方が見てるっていう感じだと思うんですが、チーム11時がねバイトをしなくてもいいぐらいの状況になっているといいなと個人的には期待しております。8時3位じゃないですか。ベネフィットあるから私2位ぐらいいけるかなと思ったんですよ。さすがに1位はちょっと厳しいかなと思ったんですけれども、3位でしたね。7時の人気がすごい。まあでも7時のパフォーマンスも良かったですからね。まあとにかくねトップ6見た時に実力者揃いですよね。でここまで進出すればツアーには出れるっていうことですよね。まあ韓国での日程はもう決まっていましたけれども、海外でもやるんですかね。海外ツアーにも出るのかな。日本もぜひぜひやっていただきたいですね。アベマさんが絡んでるからもしかしたらあるんじゃないかなと思ったりしてますけど、青春スターの方もね来日公演ありましたから、ピークタイムもやってほしいですね。そしたら見たいですよね。でまあ惜しくもまあ脱落となってしまったのが8位の14時と9位の2時と10位の15時ですね。はい、本当の名前を言うじゃないですか。その時ってね、なんであんな切ないんでしょうね。
なんだろう、グループ名を言って切なくなるってこの番組だけですよね。なんとも言えない気持ちになるんですよね。なんていうのかな、急に魔法が解けたみたいな、なんかピークタイムっていう世界観から急に現実に戻るみたいな感じがしちゃって、すごい切なくなりますよね。まあ、チーム14時とかチーム2時はまあ、新人の方だと思いますし、活動これからも続いていくと思うんですね。で、特にチーム14時とかは私歌番組でよく見てましたし、それなりに知名度あると思うので、まあ、引き続き活動していくんだろうなと思いますけれども、チーム15時は多分このために集まってますよね。活動休止中なので。だからね、脱落してしまったら、もしかしたらこれでね、また活動は一旦終えてしまうのか、またこれを機に活動するのか、どうなのか、そこがちょっと気になっています。はい。活動終わっちゃうのかなと思うと、余計に切ないですよね。ほんと胸が痛いなと思いますが、まあまあ、それぞれのね、活躍はお祈りしたいなと思います。まあ、それにしても、ファイナルって何をやるんでしょうか？私だけかな、知らないの。なんか、ファイナルステージ何をやりますよ、みたいなお話あんまりなかったですよね。コラボステージとかありそうですけどね、6組もいますから。あと、新曲やるのかな、どうなんだろう。あんまり時間がないですけどね、すでに準備をしているのか、どうなのか。そこはちょっと気になるところではありますが、なんと次回は8時50分スタートだそうですね。皆さん放送時間が違うので注意してください。いつも眠いじゃないですか、夜。ピークタイムって遅いので、でも見たいから頑張るんですけど、はい。で、8時50分なのでちょっと安心かなと思いますが、もしかしたらファイナルで生放送だと思うので、長いかもしれないですね。はい。ボイプラ見てる人は、次の日のボイプラもめっちゃ長いと思うので、ちょっと頑張らないといけないですね。ファイナルね。はい。楽しみにしながら待っていたいと思います。ピークタイム最後までしっかり応援していきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Oh!